シュカラジこんばんは、斉藤シュカです。12月の14日ということで、クリスマスまであと10日ですね。10日後。実際には11日後。何があるでしょうか。そうです。シュカラジの初めてのお客さんを入れるイベントがあります。なんてうまい。はい、ありますので、だからまあ皆さん一緒に私と所沢でクリスマスパーティーしましょうっていうしようねっていう、まあだし、なんかそのシュカラジのなんかいつもの感じが伝わると思う、イベントに来たら。だってうちのスタッフもいるし、アシコもいるかな。結構ね、アシコファン多いので、うちのリスナーさんね、ちょっと多いと思うので、ぜひ来ていただけたら、まあ見れちゃうかななんて思うので、まあ12月25日はちょっと来てほしいかなと思うので、まあ詳しいことは公式ホームページ見てください。私もあんま正直わかってないですそれが実際のリアルな感想ですはい、ということで、ちょっとフリーメッセージも読んでもいいですか。はい、ラジオネームゆしこさんからいただきました。女性の方です。ありがとうございます。しゅかちゃんこんばんは。こんばんは。突然ですが、私には最近ハマっていることがあります。いいですね。それは 4,5 年前の映画をレンタルして見ることです。恋愛映画が多いです。その頃はまだ結婚もしてなかったので、あ、映画館で見に行ったなーなんて、なんだか懐かしい気持ちになって夢中で見ちゃうんです。見るときは息子が寝てるときにこっそり見るしかできませんが、シュカちゃんは昔見た映像作品でこの作品もう一度見たいなと思う作品はありますか、といただきました。そうだなぁ、私一回ハマると何回も見ちゃうタイプなのよ。映画もそうだし音楽もそうなんだけど、マジで一日楽曲とかもずっとその曲聴いてんのよね。怖いよね、その曲ずっとリピートしてんのよ。それぐらいハマると好きだから、映画もずっとそればっか見ちゃうの。だからジブリ作品とかは本当にびっくりするぐらいなんかずっと見てる。怖いよ本当にだからね、もう最近だったらジブリかな。なんか実写っていうよりかは、なんかアニメとかジブリ系をちょっと見て癒されたいななんて思いますけど、逆になんか何の恋愛映画見てるんだろう、気になるのでぜひ教えてください。ということで、斉藤シュカシュカラジスタート。背中に羽が最初から生えてたら、
けしたのは斉藤朱夏でリフルクライトでした。FM ナックファイブ斉藤朱夏朱夏ラジ、いろんな言葉に触れてみるという番組です。今回も朱夏ラジスタッフがゲストの今を表す3つの言葉をゲットしてきましたよ。はい、ということで発表してくれるのは番組アシスタントのあしこちゃんです。ではゲストの言葉お願いします。言葉1、うん、人形に着させる服を1週間に2着作っています。ゲストさんはただいま手芸に夢中、お忙しい時間を縫って夜な夜な手芸をなさっているそう。人形に着させる、え、これさ、私の知り合い、え、私の知り合い最近なんかすっごい人形に洋服着させてんのよ。でツイッターとか上げてんのよ。で手芸してんのよ最近。あれ多分ね、自分が作ってんのよ。ちゃんとしたことは聞いてないんだけど、え、私の知り合い、どうだろう、まあいいか。お言葉に、言葉に、テレビ台にバリケードを張りました。あれ、ゲストさんは大のワンちゃん好き、テレビ台をカジカジされないようにバリケードを作ったそうです。あれ、あれ、このお話どこかで聞いたような。小林来たか、なんか小林最近手芸もしてるし、あのテレビ台カジカジされるってちょっと悩んでたし、あれ小林まあわかんないですからね、わかんないですからまだ。はい、もう最近ね、お言葉1とか2とか3とかのやつ自分で書いてんだよ出されないから、そう、自分で書いてんだよ。今ちょっと今書き書きタイムしてたよ。お言葉3 言葉3、惑星直列。ゲストさんは惑星直列という意味を持つニュー EP をリリースされました。朱夏さんがよく知るゲストはスタジオゲストにもいらしてくれたあの方です。それではゲストさんのお名前をどうぞ。はい、コバだ、コバ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 ナックファイブをお聞きの皆さん、そして斉藤朱夏ちゃん、こんばんは、小林朱夏です。朱夏ちゃん、ご飯ちゃんと食べてる食べてよねえ、今日マジ最近ずっとそれ笑っちゃってるわ。はい、ということで、キャンが来てくれました。はい、お言葉1から、聞きましょう。ちょっと恥ずかしくなっちゃった人形に着させる服を1週間に2着作っています、うん、やっぱあれキャン作ってるよね。手芸にハマっていてですね、ちょっと人形に着させるなんか着ぐるみだったりとか服を作るのにハマってて、まあ、意外となんか作ってみると楽しくて、なんだか一生懸命。ちょっと待って、一回止めよう。なんかそれすっげーニヤニヤしてない？何？ふざけてんの？なんかふざけてんな。あいつ。はい、ということで、今回。FM ナック5、斉藤朱夏朱夏ラジ、いろんな言葉に触れてみるという番組です。ではリスナーの言葉を、リスナーのだって呼び捨てリスナーさんの言葉触れていきましょう。メッセージ紹介していきます。先週に引き続き、君と私の青春の感想です。まあなんかあれだよね、結局エミちゃんケイちゃんと大まとめスペシャルみたいなのやったけど、もう4週いっちゃん、ほら言ったほら、だから言われたよ、ケイちゃんに。次はいつ呼んでくれるのかな味しめたぞ、ケイちゃん。やっぱ夢叶えたからね、ケイちゃんのね。ほんと面白い。最近ずっとふざけてます、ケイちゃんと。はい、では、読みたいと思います。レジオネーム、不変者さんからいただきました。25歳男性の方です。ありがとうございます。シュカちゃんこんばんは、こんばんは。ライブハウスツアー、君と裸足の青春、感想おめでとうと、お疲れ様でした。ありがとうございます。僕は、2県の、4公演参加しました。シュカちゃんの曲が、数曲、アコースティックバージョンに進化してましたね。気づいた？シュカちゃんの MC が心に響いてからのアコースティックバージョン。
の曲で涙を流しました。これからもアコースティックバージョンの曲増えてほしいなと思ってます。最高の時間をありがとう。本当にお疲れ様でした。また12月に会えることを楽しみにしています。多分きっとあったでしょう。あったでしょう。ではでは続いてラジオネームナースののんさんからいただきました。女性の方です。ありがとうね。お便りでは初めましてになります。ありがとう。私がシュカちゃんに出会ったのは推しキャラクターの CD が発売された2月10日、 CD 売り場の、目線の先に、世界の果てがありました。1枚の CD がきっかけで踏み込んだシュカちゃんの世界観にはまるのに時間はかかりませんでした。今回君と裸足の青春柏初日と横浜夜公演を含む4公演参加させていただきました。ありがとう。横浜の夜公演の日、シュカはみんなにさらけ出したからって言葉にハッとさせられました。もやもや一人でいちゃダメだ、シュカちゃんは何でも受け止めてくれてるんだと、思いました。シュカちゃんありがとう。もっと噛み砕いて自分に正直な人間になりたいなと思っていますといただきました。ありがとうございます。じゃんじゃか読むよ。ミレちゃんかな、ミレちゃんからいただきました。女性の方です。ありがとうございます。シュカちゃんツアー完走おめでとうございます。ありがとう。長かったツアーもあっという間に終わってしまいましたね。そう思うとちょっと悲しいです。シュカちゃんの無理しないで自分のペースでいいんだからねの言葉本当に嬉しかったです。そしてシュカちゃんに会えたことでシュカちゃんを好きなみんなと出会うことができました。シュカちゃんの言葉で何かを変えたいと思えるようになりました。本当にありがとう。これからも自分のペースで応援していきます。一緒に突っ走ります。だからまた会いましょう、というか会いに行きます、約束といただきました。ありがとうございます。まあ10都市14公演で本当にいろんな言葉を紡いできました。なんだろうな、なんか正直この君と裸足の青春に関しては受け取るものもすごくたくさんあって、正直ねその消化しきれてない部分がたくさんあるんですよ自分の中で。なんだろうな、こううまく言葉にできなくて、それがだから多分12月3日に多分爆発したと思うのよ。あの今収録だからわかんないんだけど多分爆発したと思ってて、なんか継ぎはぎのステージからいろんなんか自分自身がいろんなものを脱いで、そこから4月の始まりのサインでなんか自分になって斉藤朱夏っていう人間になって、そこからのツアーだったから、なんかねすごい生々しかったんだよね、すべてのその10都市14公演っていうライブが。なんか全部がやっぱリアルだったし、やっぱライブって生ものだなって思ったし、その10都市14公演の中で同じ瞬間同じ時間は絶対なくて、それがやっぱライブのいいところだなって思ったし、出てくる言葉も全部違うし感じるものも違うしっていうのがあるから、多分ねこれね受け止めたりとか消化するのに本当に時間がかかるんだよね。だけどなんかすごくいろんな武器を手に入れることができたツアーだったなってすごく思いますし、やっぱ皆さんがなんかいてくれたからこのツアーはね無事に完走できたなってすごく思います。ありがとうございます。改めてまあ言っても12月3日にもライブがあったりとかして、でも来年もツアー組んでますから、4月に名古屋大阪川崎でツアーやっちゃうので、ぜひね皆さんそちらにも遊びに来ていただけたらいいななんて思ってますので、ぜひ遊びに来てくださいな。ってことでもうここで君と裸足の青春の感想はおしまいにしようかな。一回ね一区切りしましょう。ありがとうございます。本当にたくさんのメール、まだまだ紹介しきれてないメールたくさんあったんですけど、すべて私の方でちゃんと目を通してますので本当にありがとうございました。お届けしたのは斉藤朱夏で始まりのサインでした。79.5 FM ナックファイブ、斉藤朱夏、斉藤朱夏、朱夏ラジ。おはよう、ありがとう。ヘムナックファイブ、斉藤朱夏、朱夏ラジ、エンディングのお時間です。今回はキャンちゃんが来てくれました。まあファミリーです。なんかあれだね、なんか多分リリースすることに多分来るんちゃう、もう準レギュになっちゃうじゃん。多いのようちの準レギュ。まあでもありがたいですね本当に。キャンちゃんもまたなんか普通に一緒におしゃべりしたいね、なんかスタジオに来て。それもまたきっとみんなも見たいと思うから、次はあれだな、キャン来たら不利だね。あとはもうどん
どん連れてこ、みんな、うん、うちの家族連れてこじゃんじゃん呼んじゃんはい、ということでお知らせさせてください。この度来年1月から放送スタートのテレビアニメ弱い5000年の装飾ドラゴン言われなき蛇竜認定のオープニングテーマを担当することになりました。こちら声優としても出演するのでぜひ皆さん見ていただけたら嬉しいななんて思います。どんな内容になってるんでしょうかね。すごいよ、あの声優さんもすごく豪華なのでアフレコもすごくドキドキしながらやりました。だし私初めてのなんですかね吹き替えをやったのであのドキドキしましたアフレコはやり方これだってんのかなって思いながらあの現場行きましたなので皆さんぜひあの楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思います。ということで FM ノック5斉藤朱夏朱夏ラジ、ここまでのお相手は斉藤朱夏でした。じゃねじゃね、じゃね。